マイクロマックスクラスシリーズチャンピオンはチームエマティ中井優斗選手、おめでとうございます。日本代表としてもグランドファイナルに出場しました。おめでとうございました。ポイントは 145.2 ポイントを獲得してダントツのトップとなりました。第2位はアッシュ箕浦涼希選手、 120.6 ポイントを獲得、おめでとうございます。第3位はこの最終戦で勝利を飾りましたチャイナフューチャースピードクインティン・ルー選手、おめでとうございます。第4位は RBG レーシンググリフィン・ピーブル選手、そして第5位は HRS ジャパン塩田総一郎選手、おめでとうございます。それではトロフィー、青少のトロフィーを栄光代表松戸衛星より送らせていただきます。正規のトロフィーにつきましては後日しっかりとお名前を入れてお送りいたしますので楽しみにお待ちください。チャンピオンを獲得した中井優斗選手、おめでとうございます。第2位箕浦涼希選手もキラキラとした笑顔ですね。第3位クインティン選手、おめでとうございました。今日いろいろありましたけれども速さと強さが光っていました。おめでとうございます。続きましてボードを贈呈していきたいと思います。チャンピオンを獲得されました中井優斗選手と第2位の箕浦涼希選手とクインティン選手に賞金が渡されます。おめでとうございます。続きましてチャンピオンを獲得されました中井優斗選手には来シーズン2020年のエントリーサポートのバウチャーが渡されます。おめでとうございます。来シーズンもステップアップして戦ってくださいね。おめでとうございます。それではですね、最後に写真撮影ということですので、ここでチャンピオンの中井優斗選手にお話を伺いたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今どんな気持ちですか？嬉しいです。今シーズンは3勝を飾りました。勝利を積み重ねてのチャンピオン、おめでとうございます。次に向けてのステップアップだと思いますが、どんな気持ちで来シーズン迎えますか？ミニでもチャンピオンになってグランドファイナルに行きます。海外のレースも今シーズンは経験しました。グランドファイナルはどうでしたか？難しかったです。来シーズンはもっともっと頑張って成長してください。おめでとうございました。中井優斗選手でした。最後に記念撮影を行ってまいります。第5戦で勝利は箕浦涼希選手、第6戦では中井優斗選手、そして今回の第7戦最終戦はクインティン選手という中でのシーズンとなりました。コンスタントに表彰台を獲得していました中井優斗選手、チャンピオンです。おめでとうございます。